クエストありがとうございます。お前と会った仲見の煮込みしかないクジラ屋で夢を語った中杯の泡に弾けた約束は浅草のこたつ一つのアパートで同じセミロを初めて買って同じ形の状態作り買う金はなくいつも笑いのネタにしたいつか売れると信じてた客が二人の演芸場で真面目に拝んでる香り浮かんだ幼子の無垢な心にまた惚れて一人訪ねたアパートでグラス傾け懐かしむそんな時代もあったねと笑う背中が揺れている夢は捨てたと言わないで他に果てなく夢は捨てたと言わないで他に道なき二人なのに